川越中国を結ぶ川越の架け橋のコーナーです。今回のトークテーマはお国料理を作ってみようです。今回はどんな国料理を紹介してくださるんでしょうか。さあ早速中国語中継担当のミミさんをお呼びしたいと思います。ミミさん、おはようございます。おはよう。おはようございます。おはようございます。バッチリです。今日すごい聞きやすい。なんでしょう。こちら上海天気がいいからかな。あれは、あれはどうしてですから私たちとか言ってこっち来たと困るんですけど、はい、今回は どんな国料理をご紹介してくださるんですか。あの台湾出身ですから台湾風きゅうりの漬物を紹介したいと思います。はい、お願いします。はい、はい、実はね、ロックダウンしたら毎回食料品の補給いただきまして、でたくさんのキュウリが入ってますのでですからそれを料理をしようと思いまして紹介します。主な材料はまずもちろんキュウリ、今日は3本用意します。はい、で薬味はニンニク、生姜、唐辛子。唐辛子はね、別に入れなくてもいいと思いますけど、個人的にはちょっとピリ辛な方がいいなと思って入れました。で調味料はね、家に必ずオイルであるの。塩、砂糖、醤油、お酢とごま油。で本当に材料は簡単なんですから、作る時間もそろそろにかからないですね。でまずキュウリを6センチくらい細長く切って、で塩を入れて軽く混ぜ合わせます。で10分間くらい置きますとしんなりした下漬けが出ますので、それを絞って置きましょうね。で今薬味は着きたニンニク、生姜、唐辛子用意して、で水漬けたきゅうりに入れて混ぜ合わせます。最後ね、調味料は先ほど言ってた砂糖、醤油、お酢、ごま入れて混ぜ合わせるだけ、それだけです。簡単ですね。ですね。で少なくても30分ぐらい漬け込みして出てきたりです。簡単、本当に20分ぐらいで美味しくもう。そうですね、ほとんどは待ち時間ですテレビ見ながらね見てますね。そうですね、はい、でつけてすぐに食べても美味しいんですが、冷蔵庫で冷やすとさらに味が馴染みますので試してみてください。はい、皆さん楽しいあのね、お試しということでね、でも簡単でね、もそんなに、まあ、ご家庭ね、ご配分で冷蔵庫を入れたりすぐ食べたっていうのをすればいいんですけれど、30分ぐらいで出来上がるんですね。うーん、はい、そして今回またこの封鎖の4週間目に入ったということなんですね。はい、で今回その深い食料費の補給があって、そのパッケージの中にキュウリがいっぱい入っている、はい、そうですね、はい、でほとんどの市民の1日は食費の注文手配から始まるんです。でロックダウンの期間、買い物は本当にネットを頼るんですよ。毎日朝6時にネットスーパーが始まりますので、で6時にした習慣、皆さん用意しているスマホのボタンを連打して商品買えるように。あ、売り切れてなくなる場合もあるってことですかね。そうです、だから本当に
手の速さで勝負ですよ。手のあのチケット取るみたいですね。そうでしょう。その通りね。はい。だからね、目当ての商品に加工するためにスマホと向き合うの毎日の日課です。その作戦が始まるということで早くタタタタタって。わあ。もう早く商品をね手に入れたいっていう皆さんもね間違えてますもんね。そうですね。実は本当に先ほど言ってましたが、食用の配給がありまして、まあ、あの最低制限の例えば野菜、お肉、油、米とあのマスク、それにあの消毒アルコールもあります。で本当にそれが最低限の食料用品、しかも絶対足りないですから。でそれから、ね、そこで始めたのは前回も紹介したあのクーポン団体購入のことこと、うん、で同じマンションの住民が集まって、であの SNS とグループチャットがありますよね、うん、であるリーダーさんがあの出勤して褒めて発注する。これはもう本当に生活の中で自然と出てきたのやり方からなんですが、で食料不足の不安、まあ私はそうなんですけれども、自分を安心させるためいろんなあのチャットグループを参加しまして、 たくさん入るため今回のことで。そうです、本当にありますから、うん、でいろんなグループに入っちゃって、で結果はね、どっちのグループで買ったのか、うん、それとあのそのグループの言い方は手ですか、でお金の払いもまして、でこの商品払ったどうか、で払ったらどこへ品取りに行くのか、もう本当に一個一個別々で買ってますから、別々のグループで、うん、もちろん混乱しちゃうくらい頭パニックです。そんなに入ってるんですね。そうですです、もう食料品の対策は、時間かかります。だって不安ですもんね、買えないと本当に困りますしね、で1回で一定的量を購入しなければならない。例えばね、あのそのフーツだと段ボールごと、そのサイロットは1ケースかな、であのザーだと6袋入りで、まあ、あの昨日おとといかな、こんなに仲良いお姉ちゃんの家に冷凍餃子がたくさん買ったら、で冷凍庫は入らないということで、1袋あげようかという話電話でかかったんですよ。で私も申し訳なく、まあ、こちらからお菓子の差し入れでしまして、で結局物々交換ですね。で今は物々交換たくさんありました。あのグループチャットで、あのこれを買い たくさん買い余りまして、誰が何を交換できないですかってそこがまたね助かりになりなりますしね。そうですね。だから、まあ、以前挨拶もしたもしない隣人が、本当に顔見知りの人たち が今親しくなって助け合いながら、まあ、でもあの封鎖の中で一つ、まあ、いいことだなと思いますね。今もこの大変な状況ですけどね、この中でも最適にできることっていうのを皆さん助け合いながらね、こうできるっていうのもね、こういうことにならないとできないことですかね。はい。一つ面白いクイズを当ててみようかなと思います。はい、来ました。耳クイズですか今ね、はい、あの反対方にいわゆるグループのリーダーさんに買ってほしい、はい、ランク1は何ですか。私たち今最低限の食料品、生活用品を買ったんですけれども、で最近ね、皆さん投票でこれ絶対買ってほしい、でも意外ね、皆さんこれを買おうとしたら批判されました何でしょう、食品はまあもう
ね、買えるんですもんね。買えます。でも生活必要品ではないです。それがポイントですよ。必要品ではないんですから、はい、でも日常私たちいつも買って、はい、まあ、あの買えるもの、どこでも買える、はい、子供も大人もみんな好き。あ、なんでしょう、純化粧品って思ったんですけど、子供も欲しい、はい、なんだろう、なんでしょう、何系ですか。ドリンク系。ドリンク系か。野菜ジュースか。炭酸。そうですね。まあ答えは来週しましょう。おお。皆さんまさかの来週です。答え合わせ。いや楽しみ。ありがとうございます。でも今近いんですね。そうでしょうね、皆さん。これって言って思ったら、皆さんちょっとツイッターとかで教えていけたら嬉しいです。飲み物系だそうです。はい、ありがとうございます。ミミさん、まさかまさかミミクイズで終わりということで、はい、また来週よろしくお願いします。はい、はい、よろしく。体調気をつけてくださいね、ミミさん。はい、ありがとう、気をつけます。はい、頑張りましょう。はい、ありがとうございます。また来週お願いします。さようなら、バイ。はい、ありがとうございました。以上、かぐえの架け橋のコーナーでした。